こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今回紹介する武将はこのお方。一代で四国全土を統一した名将、土佐の出来人、長宗我部元親だぜ。霊夢は長宗我部元親についてどんな印象を持っているかね。あら、なんかこのくだり久々ね。なんか知らないけど、ゲームとかで妙に人気ある印象ね。そうだな、人気面では近年の戦国ゲームの恩恵を得ている武将の一人かもな。ゲームでは兄貴キャラって感じで描かれる場合もあるけど、実際はどんな武将だったのかしら。実際は兄貴キャラではないとは思うが、四国ナンバーワンの有能な武将と言っていいと思うぜ。戦も強かったが、他の能力も総じて高く、特に外交面では抜群の手腕を発揮しているぜ。これは解説が楽しみね。まあ、先に言ってしまうが、晩年はちょっと。って感じだけどな。なんよ、気になるわね。まあ、それはおいおい話していくぜ。では始めていくぜ。長宗我部元親は1539年、土佐の御工場にて長宗我部国親の嫡男として生まれるぜ。幼名をやさぶろうといい、色白で優しい顔立ちの女の子のような子供だったそうだぜ。元親が生まれた当時の土佐はどんな感じだったの？戦国らしく、いい感じで荒れてたようだな。実は長宗我部家は国親の父、兼続の代の時に一旦消滅しているのだぜ。へ、どういうことよ。国親の父、すなわち元親の祖父である兼続はなかなか優秀な武将でな。この兼続の代で長宗我部家は順調に勢力を拡大し、最初のピークを迎えるわけだが、周りの豪族たちとのいさかいも多くて、ついに元山氏という豪族が中心となって反長宗我部連合を結成、長宗我部家の居城、御工場に攻め寄せてくるぜ。兼続は御工場にて激しい籠城戦の末自陣、嫡男の国親は何とか城から逃がすことに成功するが、これで一時的に長宗我部家は滅亡してしまうぜ。動画の主人公の誕生以前に家が滅亡してるってのは初めてのパターンね。しかし土佐の国司であった一条家に引き取られた国親は、一条家の取りなしで丘陵の御工場に復帰することに成功するぜ。父の復讐を誓った国親は順調に勢力を拡大、長宗我部家を土佐の大豪族へと押し上げるぜ。滅亡状態から丘陵に復帰してさらに勢力を拡大、元親のお父さんは有能だったのね。そんな国親の息子なんだから、さぞ期待されてたんじゃないの。いや、周囲からはびっくりするぐらい、頼りない跡取りとして見られていたようだな。どういうことよ。少年時代の元親は背は高い街路城で、おとなしい性格だったそうだぜ。普段から無口で、人と会ってもニコって笑うだけで、会釈もしなかったそうだな。だいぶ内向的な感じね。っていうか、挨拶ぐらいちゃんとしなさいよ。あまりにもおとなしくて、見た目も女の子っぽかったらしい元親を家臣たちは、姫は子、って呼んで笑い物にしてたそうだぜ。ここまで聞いてると、名称の片鱗は全く見えないわね。まあ、荒くれ者揃いの土佐の武士たちから見たら、こいつが跡取りで大丈夫かよ、って感じだっただろうな。とっても心配だわ。父の国親からしても、本気で心配だったようだぜ。お父さんからも本気で心配されてるなんて。そんな姫はここと元親は、見た目通り武芸よりも学問を好む少年だったようだな。18歳になった元親は相談役だった人前寺文吾という家臣に、戦いで兵を動かすにはどうしたらいい、って聞いたらしいぜ。そしたら文吾は、兵割によって動かします、って答えたそうだぜ。これを聞いた元親は、この市から孫子や陸東などの兵法書を読みふけるようになったそうだぜ。他にも儒学や朱子学の本を好んで読んでたそうだぜ。兵法書はいいけど、儒学や朱子学なんて、戦国時代じゃあんま役に立たないんじゃないの。元親は時々城下に人々を集めて一緒に読書したり、兵法の勉強会を開いたりしてたそうだな。それはいいけど武家の跡取りなんだから、ちょっとは武芸も磨きなさいよ。長宗我部家の家臣たちもきっとそう思ったろうな。ここまで聞いてると、色白でひょろ長の内向的な読書オタクって印象しかないわよ。大体それで合ってるぜ。このまま言ったら大将としては落第よね。元親がそんな感じののんきな生活を過ごす中、父国親は親の仇の元山氏と決着をつけるべく動き出すぜ。国親はまずは元山氏の居城朝倉城の西にある長浜城にターゲットを定めるぜ。国親は長浜城に対して用地を決行、たった一日で落城させるぜ。やっぱこのお父さん優秀だわ。この知らせを聞いて驚いた元山氏の当主、重時は2000の兵と共に長浜城へ向かうぜ。いよいよ元山氏との決戦ね。そしてこの戦いは元親の初陣でもあるのだぜ。え、こんな大事な戦が初陣、大丈夫なの？おそらく長宗我部軍全員が同じように心配してたかもしれないな。とにかく周りが不安でしょうがない、長宗我部元親の初陣、との元の戦いの始まりだぜ。ちなみに元親はこの時22歳だぜ。22歳で初陣、遅くない？その通り遅い初陣と言っていいな。この頼りない跡取りを戦場に連れて行っていいものか、国親は悩んでた節もあるな。けど、さすがに元山氏との大勝負に連れて行かないわけにはいかなかったようだな。やがて元山軍が長浜に到着、長宗我部軍船と激突するぜ。兵数は元山軍が優位、大丈夫かしら。しかし数に劣る長宗我部軍は奮戦し、戦況は一進一退の状態だったぜ。やるじゃないの。あれ、そういえば元親は、激戦を横目に、指南役の人前寺文吾以下50の兵と共に、ぼーっと突っ立ってたそうだぜ。これには国親も呆れ果てて、あの馬鹿はもうほっとけ、死ぬなら勝手に死ぬわ、と言い放ってしまうぜ。とうとう親にもさじ投げられた。
そして元近隊を確認した元山軍の部隊がここぞとばかりに押し寄せてくるぜ。元近卒倒したんじゃないの？ところが元近は特にビビった様子もなく、そばにいた文吾にこう尋ねたそうだぜ。ねえねえ、俺槍の使い方わかんないんだけど、どんな感じでやればいいの？ってな。え、それ今聞く？文吾もそう思ったかもな。文吾は、相手の目を狙って突くといいっすよ。って教えたそうだぜ。元近は次に、大将って先に行くもんなの？それか後に行くの？どっち？って聞いたらしいぜ。そのぐらい戦場に出る前に確認しとけや。文吾は、大将は進んで突っ込むものでも、引くもんでもないですよ。って教えてあげたそうだぜ。元近は、オッケー、わかった。って感じでうなずいたそうだぜ。なんなのよ、この戦場の真っ只中らしからぬほっこりトークは。そんなのんきなほっこりトーク中の元近のもとに、元山軍の兵が3人ばかり襲いかかってくるぜ。解説終了かしら。ところが元近は槍を振るうと、あっという間に3人ともぶっ倒してしまうぜ。え、嘘でしょ。今まで舐めていた元近の突然の変貌に、文吾たちは驚愕したそうだぜ。そして元近は、普段家臣たちが聞いたこともない大声で、ここで引いたら面目丸つぶれだぞ。武士なら命を惜しむな、なおしめ。いいか、一歩も引くんじゃねえぞ。って叫んだそうだぜ。突然響き渡った元近の劇に長宗我部軍の士気は爆発し、若手の家臣たちは元近の元に集まり元山軍に襲いかかるぜ。なんよこの少年漫画チックな展開は。元近は家臣たちを率いて、そのままの勢いで戦場を暴れ回るぜ。その様子を見て家臣たちは、おいおい、姫は子じゃねえよ。鬼だ、鬼は子だよ。って思ったって話もあるぜ。それほどの暴れぶりだったわけね。この様子を見て、さっきまで放っておけとか言ってた国近も、元近を死なせるな、と家臣に命じたそうだぜ。長宗我部軍は元近を先頭に元山軍の本陣に迫るぜ。大将の重時はたまらず裏と城へ撤退するぜ。長宗我部軍はさらに攻撃を続け、結局元山軍は裏と城も捨てて本拠地朝倉城へと敗走するぜ。長宗我部軍の大勝利ね。勝ち時を挙げる元近と若手家臣たちを見て、国近は喜び、元近を舐めていた老臣たちは呆然としていたそうだぜ。国近は裏と城と種崎城に家臣を配置、用済みの長浜城は破却し、元山氏を完全に叩くべく準備を始めるぜ。この調子でガンガン行きましょう。しかし、ここで国近が突然、体調不良でぶっ倒れてしまうぜ。なんですって、長宗我部軍はお工場へ帰還せざるを得なくなるぜ。元近も国近と一緒にお工場に戻る予定だったが、ついでに牛尾城を落としていこうって言い出すぜ。そして牛尾城と山続きの宇都の山に向かおうとするぜ。いや、ちょっと活躍したからって、調子乗らない方がいいんじゃないの。まだ元近を信用できなかった老臣たちは、宇都の山は牛尾城に近すぎて危険です。さっさとお工場に戻りましょう、と元近を諌めるぜ。お父さんも体調悪いみたいだし、一旦戻った方がいいかもね。しかし元近は諌める老臣たちを振り切り、300の兵と共に宇都の山へ向かうぜ。うわ、行っちゃった。大丈夫かしら。当然のごとく元山軍が迎撃してくるが、元近は用意していた鉄砲で集中砲火を食らわせ、宇都の山を占拠するぜ。鉄砲を用意してたのね。やるじゃないの。宇都の山を占拠した元近は直ちに城へ攻め入ろうとするが、老臣たちに制止されてしまうぜ。あれ？どうして？元近たちがいる宇都の山から、城にたくさんの旗印が立っているのが見えたんだぜ。敵が大勢いるかもしれないってことね。老臣たちもそれを警戒していたぜ。城の中にどれだけ兵がいるかわかりません。一旦引きましょう。で元近に進言するぜ。ちょっともったいないけど、まあしょうがないわね。しかし元近は、大丈夫。この城に兵はいないよ。って答えると、若手家臣たちに進軍を命じるぜ。いや、何の根拠があって言ってんのよ。門をぶち破って長宗我部軍が突入すると、城の中はもぬけの殻だったぜ。元近の予想通りにな、大量の旗印は木の枝とかにくくりつけられていただけだったぜ。元近はなんでわかったのかしら。老臣たちも驚いて、元近にそう尋ねたらしいぜ。そしたら元近は、鳥だよ。人が大勢いるところで、鳥はあんな感じで悠々とは飛ばないんだよ。情報書に書いてあったんだ。旗印も全然動いてなかったし、宇都の山を守っていた兵たちも城の方を全然見もしなかったしね。城に兵がいるなら、援軍期待して城の方を見るわずだろ。って感じで答えたそうだぜ。なんという分析力。伊達に情報書読み込んでたわけじゃなかったのね。ここに至って、老臣たちもようやく元近のことを認めざるを得なくなってしまうぜ。みんな槍を地面に置いてひれ伏し、今まで舐めててすんませんでした。ってな。とんでもないデビュー戦になったわね。初陣としては十分すぎる戦果を挙げた元近だったが、先に戻っていた鬼畜に近の容態は急変し、危篤状態になってしまうぜ。元山氏を追い詰めたとこなのに、国近は枕元に元近を呼んで初陣での働きを褒め、初7日が過ぎたらすぐに軍議をしろ。私への供養は元山の討伐だ。それ以外ない、と言い残したそうだぜ。こうして元近の父、国近はこの世を去るぜ。去年57歳だぜ。長宗我部家は元近を当主とし、新たなスタートを切ることになるぜ。元近は遺言通りもが明けるとすぐに軍議を開くぜ。
国近が亡くなって10日後にはもう元山市攻略に動き出すぜ。お父さんの悲願を果たさないとね。元近は元山市の居城、朝倉城を孤立させるべく周辺の諸城を次々と攻略していくぜ。何が起こったか知らないけど、完全に覚醒した感じよね。この元近の活躍を見て、土佐の国司一条兼定が協力を申し出てくるぜ。一条家って、確かお父さんの国近がお工場を取り戻す時に協力してくれたのよね。国近に協力してくれたのは一条夫妻へという人物で、兼定はそのひ孫にあたる人物だぜ。彼は元近に協力を約束する代わり、元山氏に奪われた蓮池城を取り返してほしい、そしてこっちには攻撃しないでほしいと要求するぜ。なんか虫のいいお願いね。とはいえ長宗我部家にとっては国司の一条家は死刑筋と言ってもいい存在だぜ。国近の一件で恩もあるわけだから、元近も了承するぜ。元近の協力で一条兼定は蓮池城を取り戻し、自身の領内から元山氏の勢力を追い出すぜ。元近も元山氏の攻略を加速させ、元山型の市場を次々と落としていくぜ。元山氏の主だった城は、当主重時がこもる朝倉城と元山城、そして吉良城のみとなったぜ。よし、とどめを刺してやりましょう。元近は朝倉城付近の村々に麦投げを実施するぜ。何それ？文字通り麦を投げて敵方の収穫を妨害する戦術だぜ。なるほど。敵の養老に打撃を与える作戦ね。それもあるし、この当時の兵の大半は農民だからな。これやられたらマジでたまんなかったろうな。農民たちも心理的に動揺させる戦術ってわけね。これで元山氏から元近に寝返る兵も続出してしまうぜ。元山氏を土俵際まで追い詰めた元近は満を持して朝倉城攻めを開始するぜ。元近は長宗我部氏の総力を結集、3000の兵力を動員し決戦を挑むぜ。両軍は各所で激戦を展開、強固な朝倉城に長宗我部軍は苦戦するぜ。元山軍も強いわね。やがて城を出て野戦を仕掛けてきた元山軍とさらに激戦を展開、この戦いは両軍合わせて1000人近い死者を出し、痛み分けに終わるぜ。元近は一旦城攻めを断念し、お工場に帰還するぜ。敵もしぶといわね。しかし状況は元山氏に不利だったぜ。周りの市場は長宗我部に攻略され、連携の取れない状態だったからな。元近の戦略が効いてるわね。元山氏の当主、重時は朝倉城と吉良城を放棄、元山城に入るぜ。これで元山氏の勢力はほぼ壊滅し、元近は肥沃な土佐中央部の大半を手に入れるぜ。これは大きいわね。いよいよ元山氏攻略が大詰めを迎え、年齢も25歳になった元近は婚活を始めるぜ。え、婚活？確かに適齢期だけど。元近のお相手は本名は伝わっていないが、石貝光政という武将の娘と言われているぜ。石貝光政は時の将軍足利義輝の側近で、源氏の流れを汲む血筋の人物だったぜ。なるほど。これで元近は将軍の側近と親戚になったってことね。さらに言うと元近夫人は当時の美濃の国主斎藤家の家臣、斎藤利光の義理の妹にも当たるのだぜ。斎藤利光は後にあの明智光秀の家臣となる武将だぜ。この辺は後々また出てくるからちょっと覚えといてほしいぜ。まとめると、元近はこの結婚で将軍の側近と美濃の斎藤家とのパイプを手に入れたってことね。そういうことだぜ。家柄は相手方の方が上だったようだが、元近は交渉の末、無事に結婚までこぎつけるぜ。やるじゃないの。家柄違うと相手の家は嫌がるもんだろうに。そうなんだけどな。この辺から元近はこういう交渉能力も開花させていったようだぜ。こうして無事に結婚した元近は、後に誕生する嫡男信近に大きな期待をかけて教育していくことになるぜ。血筋的には源氏の流れを汲む子供になるわけだしね。そりゃ期待するのも無理ないわね。ま、その話はちょっと置いといて。ここで元近は新たな敵とぶつかることになるぜ。どこの誰かしら。長宗我部領と領土の隣接していた秋国虎だぜ。彼は順調に勢力を拡大する長宗我部家に警戒を強めていたようだな。とはいえ元近の優先事項は新しく手に入れた土佐中央部の統治と元山重時にとどめを刺すことだぜ。元近は元山氏のこもる元山城をたびたび攻撃していたが、強固な防御を誇る元山城を攻略できずにいたぜ。マジでしぶといわね。また秋国虎は土佐の国司である一条家と親戚関係でもあったのだぜ。これは元近の悩みの種だったようだな。なるほど。下手に秋氏をつつくと長宗我部氏にとっては恩のある一条家ともことを構える事態になりかねないってわけね。追い詰めたとはいえ元山氏もまだ健在で、最悪の場合三正面での戦いを強いられる可能性もあったぜ。元近もいくらなんでもそれは避けたかったようだな。こういう事情もあり、秋氏と長宗我部氏はお互いの領土の境界で睨み合いを続けていたぜ。膠着状態ね。しかし、この膠着はとてもくだらない事件で崩れるぜ。くだらない事件って、秋国虎の兵が長宗我部領に押し入って、柿の実をパクったらしいぜ。へ、何それ。しかし長宗我部方の兵に見つかり、家臣の吉田重俊の元に引っ立てられるぜ。けど、あまりにもしょうもない事件だったんで、吉田重俊は、もういいよ。返してやれ。って感じで柿泥棒を秋城に護送するぜ。まあ、柿ごときで揉めてもしょうがないしね。しかし、秋国虎の反応は、てめえ、元近の家臣の分際で、俺に直接掛け合ってんじゃねえぞ。
って感じて切れ出して、柿泥棒を処分するどころか吉田茂俊の前で無罪放免してしまうぜ。うわ、大人げない。今度はこの対応にぶち切れた吉田茂俊の嫡男、伊賀之助が秋市の馬の上城を襲撃、占拠してしまうぜ。馬の上城は秋市の重要拠点でもあったため、激おこの秋国虎は元親との全面対決を決意するぜ。マジできっかけはくだらねえわね。で、これで秋市は馬の上城に攻めてくるのかしら。いや、秋市はなんと馬の上城は無視して、上祖壁の本拠であるお甲城を狙ってくるぜ。この時は元山氏攻略に兵を割いていて、お甲城は手薄な状態だったからな。これはまずい。そして元親が恐れていた事態が起こってしまうぜ。秋国虎は一条金貞に援軍を要請、金貞はこれを了承して3000もの兵を派遣してくるぜ。総勢5000に達した秋軍は吉田茂俊のこもる上安城に抑えの兵を派遣、動きを封じた後甲城に攻め寄せてくるぜ。うわ、柿泥棒きっかけで大ピンチじゃないの。そうだな、元親の祖父、金粒が自陣した時以来の大ピンチだぜ。しかし、元親は冷静だったぜ。この城の守りは鉄壁だ。ビビらなくてもいいと兵を励まし、近隣の一両具足たちに招集をかけるぜ。一両具足って何なのかしら。元親の父、国親が作った長祖壁家独特の軍勢のことだな。彼らは反応反兵の下級武士集団で、普段は農業に従事、戦になるとあぜ道に槍と槍の柄にくくりつけた具足や兵糧などを持って素早く軍務についていたらしいぜ。なるほど。普段から準備してるから素早い動員が可能だったわけね。性質としては、アメリカ独立戦争の時のミニットマンに似てるかもな。気性も荒い、文字通りの荒くれ集団として恐れられていたようだぜ。けど、普段は農業に従事しているから、農繁期には大量動員はできないって弱点もあるけどな。兵農分離が定着する前の過渡期の軍勢って感じではあったが、この当時は十分有効だったそうだぜ。で、そんな一両具足たちが、元親の召集で農作業を放り出して続々とお甲城に集まってくるぜ。秋軍は続々と湧き出てくる一両具足たちに驚いたようだが、戦力的にはまだ断然秋軍が有利だったぜ。秋軍は城の大手門に総攻撃を開始、対する長祖壁軍は福留近政、熊谷源助らが必死の防戦に当たるぜ。頑張ってるけど、このままじゃまずいわね。一方、秋軍の別動隊に動きを封じられていた吉田茂俊は、包囲を突破すべく策を巡らすぜ。茂俊はあえて城からは打って出ず、秋軍の油断を誘うぜ。この行動で茂俊に戦意がないと判断した秋軍は日が暮れると休憩するようになっていたぜ。これはチャンス。茂俊はこの隙に嫡男伊賀之助に兵を与えて城を抜けさせ、秋軍の側面を奇襲させるぜ。この奇襲で秋軍が混乱に陥るのを見た茂俊はすかさず全軍で出撃、別動隊を見事に敗走させるぜ。元近い家臣持ってるじゃないの。別動隊をボコった吉田茂俊は窮地の元親を救うべくお甲城へと急ぐぜ。間に合うといいけど。お甲城では元親をはじめ諸将たちが大前線していたが、いよいよ城の大手門が破られようとしていたぜ。これは非常にまずい。その時だったぜ。国虎の軍勢の後方めがけて吉田茂俊の軍勢が突っ込んでくるぜ。間一髪、間に合った。これで城の長祖壁軍と後方の吉田茂俊に攻撃される形になった秋軍は総崩れとなり、国虎は敗走を余儀なくされるぜ。長祖壁軍の逆転勝利ね。秋国虎の奇襲をしのいだ元親はこのまま一気に秋市を潰すつもりだったようだが、これに待ったをかける人物がいたぜ。どこのどいつよ。今回の国虎の挙兵に援軍を送っていた一条金貞だぜ。彼は国虎が滅ぼされれば自分の地位も低下するって心配をしてたようだな。一条金貞は国虎に援軍を送ったことはしれっとすっとぼけて両者の和睦の仲介に入るぜ。これ以上戦すんのはお互いのためにならないから、もうやめとかないって感じでな。どの口が言うわけよ。しけ筋である一条家には弱い元親は特に異議を唱えず了承、国虎も同意し和睦は成立するぜ。過去に恩があるとはいえ、ここまで言いなりになるのはどうかと思うけど。いや、この和睦は元親にとっては悪い話ではないぜ。元親の優先事項は元山氏の攻略だからな。秋氏と和睦を成立させた元親は元山氏のこもる県城、元山城攻めに取り掛かるぜ。過去に再三の攻撃を加えても元山城を落とせなかった元親は、元山城の近くに新たな城を建築するぜ。なるほど、スケジロってやつね。こうして気づかれた太鼓城は元山氏に衝撃を与えるぜ。このままでは位置的にお甲城と挟み撃ちにされる危険が高かったからな。元山氏は元山城を捨ててさらに奥地の瓜生の瀬交代、ここに城を築いて立てこもるぜ。いやー、ほんとにしぶといわね。この瓜生のは標高1000メートル級の山々に囲まれた秘境と言っていい場所でな。元山氏はここに城を築いて、自給自足の生活をしながらゲリラ戦を展開していたそうだぜ。この頃に当主の重時は亡くなってしまい、嫡男の近重が後を継いでいてな。なかなか優秀な武将で、彼はうまく兵たちを鼓舞して籠城戦を続けていたぜ。しかも元近にとってこの近重は甥っ子に当たる人物なのだぜ。甥っ子、なんで宿敵に縁者がいるわけよ。確かに長祖壁氏と元山氏は長年の宿敵ではあるのだが、延々と争い続けていたわけではなくて、時には婚姻関係を結んだりもしていたのだぜ。近重の母親は元親の父国親の娘、つまり元親の姉なのだぜ。これは元親にとっては戦いにくい相手ね。元親も先代の重時には恨み骨髄って感じだったのだが、さすがに甥っ子相手ではそうでもなかったようだな。そんな事情もあってか、瓜生での戦いは膠着状態に陥るぜ。元親が元山氏への対応に悩んでいた頃、一条金貞からの使者がやってくるぜ。ああ、あいつね。
て、内容は、この時一条兼貞は伊予の西園寺金広と戦っていたのだが、その戦いに援軍を出してほしいとの要請だぜ。さっきから思ってたんだけど、この人めっちゃ面の皮厚いわね。この度厚かましい要求にも元近は律儀に応じて援軍を派遣しているぜ。長祖壁からの援軍を得て一条兼貞は戦に勝利、兼貞は大いに喜んで豪華な贈り物を元近に与えるぜ。全然関係ない伊予での戦なんて協力する意味ないでしょうに、元近はほんと律儀ね。けど相手が恩のある土佐国首都派へ、個人的にはそこまで言いなりになるのはどうかとも思うけど。いや、元近はそこまで甘い男ではないぜ。え、どういうことよ。実は元近は西園寺氏と裏で通じていてな。今回の加勢は義理的なものであることを示唆する書状を送っていたそうだぜ。全然関係ないところで敵を増やしたくなかったんだろうな。うまいわね。元近はこの時期に備前の浮田氏や村上水軍にも書状を送っているそうだぜ。なるほど。後々のために竹とも仲良くしとこうってわけね。ちなみにこの時に長宗我部家待望の嫡男、源氏の流れを汲む信親が誕生しているぜ。おめでとう元近。この信親の存在はいろんな意味で長宗我部家の運命を変えることになるぜ。いろんな意味でな。なんよ、気になるわね。ま、それはおいおいわかるぜ。伊予氏の援軍派遣の後、元近はいよいよ元山氏と完全に決着をつけるべく、瓜生の兵総力を上げて攻勢をかけるぜ。長宗我部軍は100艘ものいかだを作って汗見川を登り、瓜生に殺到するぜ。しかし激いる元山軍は決死の防戦を見せるが、長宗我部軍の猛攻を防ぎきれず、しかしではついに降伏を決意するぜ。これで祖父兼次の自陣から60年、元近はついに元山氏を倒し長宗我部家の悲願を達成するぜ。三代にわたる悲願ついに達成ね。勢力としての元山氏は消滅したが、甥の近重をはじめ長宗我部の縁者たちはすべて元近に引き取られるぜ。引き取られた近重をはじめとした元山氏の男子たちは元近の家臣となり、今後活躍していくことになるぜ。元山氏を倒したことで元近率いる長宗我部家は土佐の最大勢力にのし上がるぜ。ちょっと前まで姫はこっていじられてたのにね。そんな元近の次の目標はかつてを工場に攻め寄せてきた秋国虎だぜ。秋氏を倒せば国氏の一条家の領土を除く土佐の大半を手にすることになるからな。やるっけないわね。しかし、国虎とは一条兼貞を介して不戦協定を結んでいたからな。戦国なんだし、そんなもん無視すればいいでしょ。実は元近はそういう世間体を気にする武将でな。大っぴらに協定を保護にするようなことはしなかったんだぜ。そんな甘い感じで大丈夫なのかしら。いや、世間体こそ気にはするが、さっきも言ったように元近は甘い男ではないぜ。こっちから協定を保護にできないなら、秋氏の方から保護にしてもらえばいいのだぜ。なるほど、秋氏の方から戦を仕掛けるように仕向けるってわけね。秋国虎の短気な性格を熟知していた元近は、国虎に使者を送りこう伝えさせるぜ。ちょっとした行き違いで揉めてしまいましたが、もともとそちらに恨みはありません。どうかお公にいらしてください。ちゃんと仲直りしましょうよ。って感じでな。これを聞いた国虎は元近の思惑通り。はぁ、領土の境界ならともかくお公に来いだと。それって長宗我部に降伏しろってことじゃねえか。って感じでぶち切れるぜ。してやったりね。国虎はこれは元近の罠であると諌める家臣たちを無視し使者を追い返すぜ。国虎は戦の準備を進め、休戦協定は破棄されるぜ。元近の計算通りにな。これで大義名分は得たわね。元近は国虎との決戦に向けて7000もの軍勢を動員、対する秋軍も5000を超える兵を動員するぜ。両軍合わせて1万超え。激しい戦いになりそうね。秋氏との決戦、いや流れの戦いの始まりだぜ。長宗我部軍は国虎の本拠地である秋城を目指して進軍を開始するぜ。一方の国虎だが、彼には勝算があったぜ。勝算、兵力的には秋軍が不利じゃないの。前回の戦いでも援軍を送ってくれた、一条兼貞の存在だぜ。あ、そうだ。今回も援軍を送ってくるかもしれないわね。しかし、家臣からは今回は事情が違います。一条殿は当てになりませんよって忠告は受けてたようだけどな。元近はまず秋氏の姫倉城を落とすべく先発部隊を派遣、あっさりと落城させるぜ。幸先いいわね。続けて元近も金岡城にも兵を派遣、3日間の激戦の末、秋軍を撤退させるぜ。立て続けに城を落とされ焦る国虎は形勢を立て直すべく秋城から打って出るぜ。城から出た国虎は天然の要害である柳流に布陣、ここに砦を築いて長宗我部軍を迎撃するぜ。面倒な場所に布陣してくれたわね。しかし元近には秋軍の動向は筒抜けだったぜ。すでに秋軍からは離反者が続出していたからな。元近は軍を二手に分けると一方を柳流の砦を攻撃に向かわせ、もう一方は手薄になっていた国虎の本拠秋城に向かわせるぜ。柳流での戦いは秋軍も必死の防戦を展開、激戦となるが、ここで元近は秘策を発動するぜ。秘策ですって、あらかじめ付近の領民に船を集めさせ、合図と共に時の声を上げさせたんだぜ。突然沖合から上がった時の声を軍船による奇襲と勘違いした秋軍は、大混乱の末総崩れとなり秋城へと敗走するぜ。秋城に逃げ戻った国虎だったが、ここで城の背後に元近の放った別動隊が現れるぜ。計算通りね。
本拠地の危機を知った秋軍は守るべき砦を放り出して秋城に戻るぜ。これで秋城は完全に孤立してしまうぜ。国虎は絶望的な状況を打破すべく一条兼定に援軍を要請するが、兼定からは何のリアクションもなかったそうだぜ。この状況であの兼定が援軍出すわずもないわよね。それでも秋軍は約1ヶ月も長宗我部軍の攻撃に耐え続けたが、とうとう兵糧も尽きて投降者や離反者が続出するぜ。よし、積んだわね。とうとう観念した秋国虎は城兵たちと家族の除名と引き換えに切腹、秋氏は滅亡するぜ。長かったけど、これでほぼ土佐全土を手に入れたことになるわね。元山氏に続いて秋氏を撃破した元親だったが、ここである選択を迫られることになるぜ。一条家をどうするかってこと？その通りだぜ。元親は頭は切れるが筋目を大事にする武将だったからな。付け筋であり、長宗我部家にとって恩のある一条家に手を出してまで土佐統一に向かうかを悩んでいた節があるぜ。弟である吉良親定だから、今こそ一条家の蓮池城を奪うチャンスですと進言を受けるが元親は反対してしまうぜ。ああ、確か昔長宗我部を支援する代わりに、一条家には手を出さないって約束してたわね。戦略的には親定の方が正しいと思うけどな。決断を渋る兄元親に対して親定は、わかりました。私が動きます。と告げ、行動を開始するぜ。なるほど。自分が独断でやったことにするってわけね。近定は早速吉田茂俊らと密謀し、蓮池城乗っ取りに動くぜ。まず蓮池城の財閥衆たちに内容を取り付けるぜ。さらに呉城に内容を仕掛け、これも成功させるぜ。準備を整えた近定は一条領内に侵攻、あっさりと蓮池城を奪ってしまうぜ。この調子でガンガンに領地を荒らされた一条兼定は激怒し元親に抗議するが、当の元親は、ああ、これは全部近定が勝手にやったことなんで、今からあいつとは兄弟の縁を切ることにします。って感じで返答し、偽の起承文を出してしれっとごまかしているぜ。今までのこと考えると、黙らみろって感じよね。最終的に長宗我部家は一条家の残存勢力を順調に追い詰めていき、土佐平定に大手をかけるぜ。元親に追い詰められた一条兼定は完全に自暴自棄になり、酒に溺れたり美女にうつつを抜かしたりの放蕩生活に突入するぜ。今までの経緯を考えると同情はできないわね。けど、これは元親にはチャンスよね。さっさと一条家にとどめさしましょ。しかしここに至っても元親は兼定にとどめを刺すことに躊躇していたぜ。元親ってほんと筋目を気にするわね。しかし一条家は意外な形で崩壊していくぜ。この頃京には一条忠元という人物がいてな。彼は一条家の本家の当主なのだぜ。なるほど。土佐の一条家は京の一条家の分家なわけね。この忠元が突然土佐に現れ、その後兼定は出家しているぜ。この忠政に後を譲ってな。兼定は妻の実家である文後へと追放されるぜ。元親はこの忠政に自分の娘を嫁がせているぜ。え、急に、どういうことよ。この一条忠元は戦国大名化していた土佐の一条家をよく思っていなかったようだな。兼定を追放し、土佐一条家を元の国に戻した上で、一条家の領土は元親に管理を任せるという形を取ったようだぜ。でもこれで元親は一条家の領土を実質手に入れたってことね。しかし文後に追放された一条兼定はひっそりと逆襲を狙っていたぜ。一条兼定は追放先の文後で大友宗麟に保護を受けていたぜ。兼定の妻は宗麟の娘だったのもあってな。この人何か色々と恵まれてるわね。しかし、北九州に大勢力を誇った大友家もこの頃には島津家や雄三寺家の圧迫を受け、かつての勢いはなくなっていたぜ。大友宗麟はこの状況じゃ協力してくれなさそうね。しかし兼定は諦めなかったぜ。彼はこっそり伊予に渡ると現地の豪族たちを味方につけて挙兵、千余りの兵を率いて土佐に入るとかつての家臣たちに声をかけるぜ。一条軍の数は一気に膨れ上がって総勢3500を超えたそうだぜ。そしてそのままかつての領土を取り戻すべく、長宗我部家に攻勢をかけるぜ。一条軍の勢いは相当なもので、一時は旧一条領を守備していた吉良親定を追い払うほどだったそうだぜ。なかなかやってくれるじゃないの。この知らせを聞いた元親は素早い対応を見せるぜ。これで堂々と一条家と戦う理由ができたからな。今は一条本家から土地の管理を任されてる立場だもんね。元親は兵7000を動員すると兼定に奪われた領土をあっという間に奪い返すぜ。一時撤退した兼定は栗本城に陣を敷くと渡り川を挟んで長宗我部軍と対峙するぜ。一条軍は川の向こうにいるわけね。ちょっと面倒ね。けどこの戦に勝てば、一条家との戦いも決着がつくわけよね。ああ、長宗我部家による土佐統一をかけた戦い、渡り川の戦いの始まりだぜ。一条軍は長宗我部軍の渡河に備え、川に乱杭を打って迎撃しようとするぜ。下手に渡河すると杭に引っかかっちまうわね。元親もそう考えたようで、軍議の結果ここは迂回策を取ることにするぜ。元親は軍を二つに分け、元親率いる本隊は渡河を強行、別動隊は上流から迂回し、一条軍の側面を攻撃するというプランだぜ。なるほど。本隊は陽動で本命は別動隊ってわけね。そしてこの作戦はドンピシャにはまるぜ。正面の元親本隊に引き付けられていた一条軍は、いきなり側面に現れた別動隊の攻撃で大混乱に陥るぜ。元親本隊も別動隊の動きに合わせて突撃、一条軍は総崩れとなるぜ。その後長宗我部軍は栗本城を包囲、容赦なく攻撃を加えると兼定はとうとう降伏を申し出るぜ。長宗我部軍の完全勝利ね。しかし、ここでも元親は兼定を始末しようとはせず、逃がしてやっているぜ。
その後の彼の消息については諸説ありよくわかっていないぜ。これで旧一条領を完全に統治下に置いた元親は家督を継いで15年、37歳にしてついに土佐統一を果たすぜ。姫は子とか言われていた元親が、とうとうここまでの武将になったわけね。で、ここから四国統一に向かって突き進むわけよね。楽しみだわ。楽しみにしてもらってるとこ、申し訳ないんだが。ん？このパターンはもしや、今回はここまでだぜ。ああ、やっぱり。まあ、エピソードが多い武将なんで、最初から2本立てのつもりだったしな。続きが気になるけどしょうがないわね。次回はちょっと暗い話が増えるけどな。え、そうなの。まあ、それは次回語るとするぜ。じゃ、締めるかな。なんか思わせぶりな感じだけど、まあいいわ。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では次回、長宗我部元親後編にてお会いしましょう。それでは皆さん、またね。